皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は先日新しく我が家に仲間入りしたこのオーロラカラーのね、イーマリーちゃんにこのようなリボンのヘアバンドを編んでみました。だいぶ大きくてインパクトのあるヘアバンドになってます。この大きなリボンに合わせてフリフリのね、このようなワンピースも編んでみました。次回の動画ではこのワンピースの編み方をご紹介しようと思います。今回はこのヘアバンドをご紹介しますので、よかったら最後までご覧ください。はい、で編み方ですけれども、ヘアバンドは外すとこんな感じになっています。結構イーマリちゃんでも髪の毛の量が違ったり頭のね大きさが違ったりするので、後ろのところにはゴムを通して伸び縮みをねするようにしています。編み始めはこの輪っかから編んでいって、だんだん幅を広げて、ここはそのままの幅で編んでいって、でまた幅を縮めて、最後反対側の穴を編んでいくという流れです。でその後でこの真ん中の部分を別で編んで、でリボンの形にしています。リボン本体は編み上がるとこのような形になります。この状態でのサイズを測っておくと、本体の長さが約22センチぐらいになります。約5センチほどの幅になります。それから最後につけるこの真ん中の長方形はだいたい幅が2センチぐらいで、長さは約 5.5 センチくらいになっています。このようなサイズです。今回使用する糸はセリアさんのニューキララコットン。こちらの毛糸はさりげなく糸にラメが入っていて、とても可愛いですよね。肌触りもいいので私のお気に入りの糸です。使用するかぎ針は3から5号とありますので、今回は4号で編んでいこうと思います。カラーナンバーは18番のこちらの紫色で編もうと思います。そして、まあ、何でもいいんですけども、細めのヘアゴムが少しあれば大丈夫です。はい、こちらが今回使用する材料になります。それでは早速編み始めます。まずここの輪っかの部分から編んでいきます。はい、まず糸を左手に持って、で鎖の作り目から始めます。そして鎖編みを7目編みます。1、2、3、4、5、6、7、はい、7目編めたら最初の鎖編みのところに引き抜きます。引き抜いて輪の形にします。これで輪っかができました。でこのあと細編みを3目でずっと編んでいきますので、この鎖7目のうちの3目を拾って、3目を拾って細編みを編みます。1、2、3目。でこっちは本体につながっていく部分で、で残りまだ1、2、3、4目鎖編みがあるんですけども、ここの鎖編みは束に拾って細編みを6目編みます。3、4、5、6、はい、6目編めたら最初の細編みの頭に引き抜いて、はい、これで輪っかができました。ここの最初の3目を拾ってどんどん編んでいきます。で残りの6目をこうやって丸くして、ちょっと D みたいな形に整えます。ここから本体を編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、先ほどのここの3目をそのまま増減なく拾って細編みを編みます。1、2、3、はい、これで今細編みが2段編めました。
はい、次の段は鎖編み1目で立ち上がってひっくり返して、でこの付け根のところから細編みを増減なく1、2、3目編んでいきます。はい、これで今3段編めました。はい、こんな感じでひっくり返して細編み3目を全部で6段編んでいきます。はい、これで6段編めました。そして次からは中長編みをしばらく編んでいきます。最初は両サイドに増し目をしながら編んで幅が広がるように編んでいきます。中長編みなのでまずは鎖編み2目で立ち上がります。そして裏に返して、で増し目をしたいのでこの最初の立ち上がりと同じ目にもう1目中長編みを編みます。そして2目目のところはそのまま増し目なく1目中長編みを編んで、で最後の目はまた増し目をします。1、2、はい、で両サイドに増し目をしたのでこの段は5目に増えてます。1、2、3、4、5。そして次も、はい、また鎖編み2目で立ち上がって裏に返して、でこの段も両サイドに増し目をします。まずこの立ち上がりにもう1目編んで、で真ん中の3目はそのまま1目ずつ編んでいって、2、3、で最後はこの前段の立ち上がりの鎖2目目のとこですね、ここに針を入れて中長編みの増し目をします。はい、これが8段目です。8段目は全部で7目になっています。はい、次9段目です。9段目も同じように鎖編み2目で立ち上がってひっくり返して、で両サイドに増し目をします。最初の立ち上がりのとこにもう1目、はい、入れて増し目をして、真ん中の5目はそのまま中長編みを編みます。で最後この前段の鎖の2目目のところにまた増し目をします。中長編みの増し目をします。1、2、はい、でこれで9段目ですね。9段目は全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9目になっています。はい、10段目も同様です。はい、鎖編み2目で立ち上がって、で両サイドに増し目をします。で真ん中の7目はそのまま中長編みを1目ずつ、そして最後の目前段の2目目の鎖2目目のところに中長編みの増し目をします。はい、これで10段目まで編めました。10段目は全部で2、4、6、8、11目になっています。これで三角形みたいなね、こんな形ができました。今ここまで編めました。でここからはずっとこの11目のまま中長編みをしばらく編んでいきます。そこからまた今度は逆に減らして、で幅を狭めていきます。中長編みなので鎖2目で立ち上がってひっくり返して、そして先ほどまでは増し目だったので
この立ち上がりの目にも編んでいたんですけれども、今度から増し目をしないので、この最初の鎖編み2目も中長編み1目とみなして、でこの次のここの目から中長編みを編んでいきます。ここですね。で1、2、3目4、5、6、7、8、9、10。で、そして最後の目。はい、11。はい、これが11段目です。で、11段目からは同じ編み方でずっと長方形に中長編みを編んでいきます。全部で14段編んでいきます。ずっと同じ編み方でね、編んでいきますので、24段目まで飛ばさせてもらいます。はい、今こんな感じです。増減なしで中長編み11目をずっと14段編んできて、で合計が今24段になったところです。でここからはさっき編んだ流れの反対で、今度は両サイドに減らし目をしながら中長編みを編んでいきます。ここの3目になるまで減らします。はい、まず鎖編みで立ち上がるんですけども、両サイドに減らし目をするので2目のところを1目で立ち上がります。そしてひっくり返して、でここは最初の目なので、次の目に中長編みを1目編みます。はい、これで最初の減らし目ができました。で真ん中のところの7目はそのまま増減なく中長編みを編みます。そして最後のところですね。ここの1目と前段の鎖編み2目のところを一緒に編みます。はい、これでこの2目の減らし目ができました。なので25段目は全部で9目になっています。はい、続けて同様に鎖編み1目で立ち上がって、裏に返して、で最初の目は飛ばして、次の目に中長編みを編みます。でここの減らし目ができました。真ん中の5目はそのまま編んで、前段のこの中長編みと前段のこの減らし目をした中長編みの頭、ここを拾って、ここを一緒にして、はい、これで中長編みの減らし目をします。26段目が7目になりました。で同じようにして両サイド減らし目をしながら、あと2段編んでいきます。でこの目が3目になるまで減らしました。であとはこの3目をそのまま拾ってで細編みを6段編みます。ひっくり返して、1、2、3、1段目で、次2段目、は
はい、3段目4段目はい、これで6段細編みを編みました。そしたら最後に鎖編み 1,2,3,4 目で鎖編みを4目編んで、そしてここの3目の反対側の最初の目に引き抜いて輪っかを作ります。最初と同様にこの鎖を束に拾って編んでいきます。まず鎖編みで立ち上がって裏に返して、でこの鎖を拾って細編みを6目編みます。6目編めました。6目編んだらこの最初の目のあたりに引き抜いて、これで反対側の丸もできました。こんな感じですね。で本体はこれで編めたので糸を切ります。糸処理は後で。これで本体が編めました。で次はここのリボンの真ん中の部分を編んでいきます。これは細編みで編んでいきます。まず鎖編みの作り目をして、鎖編みを12目編みます。 1,2,3,4,5,6 はい、12目編めたら裏山の目を拾って1細編みを増減なく編みます。細編み12目で4段編んでいます。よいしょ、はい、編めました。はい、これで編めましたの でこの糸端は閉じるように少し長めにカットします。これで全部のパーツが編めましたので、次リボンを形成していきます。まずは普通の手縫いの糸、細い糸で、ちょっと白くてすいません、普通の糸でこの真ん中の部分を折って、大体ですけどね、大体のあたりをこんな感じで、このあたりかな、これでリボンの形ができました。ここに先ほど編んだこの長方形をこのようにねつけていきます。その前にちょっと糸始末をしちゃおうかな。はい、そしてこの残しておいた糸端で裏のところにちょっと軽く固定をしておいて、でぐるっと巻いて縫い閉じます。で表の様子もちょっと見ながら、で最後糸がねちょっと見えないところに持ってきて、チョキンと切って、よし、はい、これでリボンの完成です。で最後この子の頭のサイズに合わせて
ヘアゴムをつけておきます。でここに通して、でこんな感じでこれで完成です。いいかな、こんな感じです。ホワイトティアの方に入るかつけてみようと思います。このお使いになる毛糸とかかぎ針の種類とかによってもこの全体の長さが変わってくると思うので、最後ここのゴムで調整してもらえたらと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はこのフリフリのワンピースを編もうと思いますので、よかったらまたご覧ください。バイバーイ。